社会や公共の福祉文化などに貢献した人に贈られる春の褒章の受賞者が発表され県内からは8人が選ばれました農業や商業工業などの業務に励み他の模範となる技術や実績を持つ人に授与される王女褒賞は三島市の宅地建物取引業重機産業の元社長渡辺照義さんが選ばれました また、産業の振興や社会福祉の増進などに優れた業績を上げた人たちに授与される欄珠宝賞には焼津市の調停委員、大木恵子さん富士市の保護士黒川信也さん浜松市消防団分団長の鈴木義明さんら7人が選ばれています伝達式は来月2日、県庁で行われます。